フランク・モンタニーは、フランス出身のレーシングドライバー。2001年2003年のワールドシリーズ Y、日産のシリーズチャンピオン。また、2003年から2005年まで、ルノー・カイ1チームのテストドライバーを務めた。また、2005年の F1 第7戦となった、ヨーロッパ GP では、ジョーダン・トヨタのサードドライバーとして金曜、フリー走行に出走した。 2006年は、レギュラーシート獲得を望んで、ルノーのテストドライバーを外れ、MF1 などと交渉を行ったが不調に終わる。結果、開幕戦、第2戦で、スーパーアグリのリザーブドライバーとしてエントリーした後、R への転身が噂されていた。結局、第5戦ヨーロッパ GP より再び、スーパーアグリのサードドライバーとして契約が決定する。2006年フランスグランプリしかし、 レギュラードライバーだったイデ、井ユー二が、前線の3マリの GP で、接触事故を起こし、FIA からの通告により欠場となったため、急遽代役として、ヨーロッパ GP で、会一デビューを飾ることとなった。その後、井デのスーパーライセンスが剥奪されたため、継続して、セカンドドライバーとして参戦することとなり、第10戦アメリカ GP まで契約は延長された。さらに、 第11戦フランス GP が、モンタニーの出身国での開催であるため、チームの計らいで引き続きフランス GP も出走した。それ以降については、山本サコンが第12戦ドイツ GP より参戦することになったため、モンタニーは、リザーブ券開発ドライバーとして活動した。2006年ルマン24時間でのモンタニーこの年は、スーパーアグリでの活動と、 並行して、ルマン24時間レースに出走し、WRC 王者のセバスチャン・ローブと同じマシンで、総合2位に入るという活躍も見せている。2007年はトヨタに移籍し、テスト兼リザーブドライバーを務めた。しかし、2007年シーズンのみでトヨタを去り、再び、レギュラーシートを求めて、ホースインディアのテストを受けたが、シート獲得には至らなかった。2008年は、 チャンプカー最後のレースに参戦し、テスト経験がないにもかかわらず2位表彰台に上る。また、2007から2008年、A1 グランプリのフランスチームから第9戦中国、GP スプリントレース12位、フィチャーレース8位と第10戦イギリス GP に参戦した。その後、7月からは、アメリカンルマンシリーズにアンドレッティグリーンレーシングから参戦している。 モンタニー自身このカテゴリーは初参戦ではなく、シリーズがスタートした1999年と翌年の2000年に、それぞれ1レースずつのみではあるが出走した経験がある。第9戦デトロイトでのレースでは、ジェームズ・ロシターとのコンビで、初の総合優勝を果たした。2009年は、ルマン24時間レースに部ジョー,アークスの908ハディ、ファップで参戦。 三大体制の二代目として、セバスチャン・ボーデ、ステファン・サラザンとのフランス人トリオで挑んで2位に入り、908のワン・ツー・フィニッシュに貢献した。その後、8月末からインディカーシリーズにアンドレッキ・グリーン・レーシングから参戦することが発表され、第14戦のインフィニオンでデビューした。この年は、インフィニオンのみの参戦となった。2010年は、スーパーリーグ・フォーミュラに、 フランスの FC ジロンダンボールドーから参戦している。第4戦スペインの第2レースで初優勝を挙げた。2011年以降は、ルマン24時間耐久レースのほか、V8 スーパーカーシリーズやインディカーシリーズなどにスポット参戦をしていた。2014年、新たに開催されたフォーミュラ E において、アンドレッティフォーミュラ E チームより参戦したものの、 第2戦のマレーシアにおけるドーピング検査で、国会誘導体の陽性反応が出たため、第3戦以降は出場停止となった。2019年現在は、カナルの解説者を呼び、コンサルタントとして復帰している。国際会三前選手権、ワールドシリーズバイ日産会一、フォーミュラーアメリカンルマンシリーズインターコンチネンタル、ルマンカップルマン24時間レース。ありがとうございます。